公立鳥取環境大学では自然環境の保全と経済発展2つのバランスが取れた社会を実現するための人材育成を行っていますご出演いただくのは人間形成教育センターの名古屋隆之さん問題を解くための計算方法・手順のことをアルゴリズムと言います今回は名古屋先生の専門分野であるアルゴリズム論・グラフ理論についてお話を伺います パズルとアルゴリズムの2回目ということで今回は迷路ををを作成すするる問問題題とと最適ネットワークを求める問題を考えたいと思い思ますこれらの問題は一見すると関係のないように見えますがこれらをグラフを用いてモデル化することにより全く同じように解くことができます。それではまず迷路を作成する問題から考えていきましょう。 ここではどの2点間にもそれらを結ぶ経路が1つだけ存在するそのような条件を満たす迷路を考えますこのような迷路をここでは完全迷路と呼ぶことにします例えば左の迷路について考えるとこの2点を結ぶ経路は1つだけ存在しますまたこの2点を結ぶ経路も1つだけ存在します 迷路内のどの2点を選んでもそれらを結ぶ経路が1つだけ存在しますのでこの迷路は完全迷路であるということが言えます一方右の迷路は完全でない迷路ですがこの迷路にはこのような平路が存在しますそれにより2点間を結ぶ経路が2つ存在することになりますまたこの点は 周りを壁でで囲ままれてますのでそのそ外の点とこの点を結ぶ経路は一つも存在しませんしたがってこのような閉路やこのような閉じた領域があると完全な迷路にはなりませんしたがって完全な迷路というのは閉路や孤立する領域がない、まあ、そのような迷路であるということが言えますそれでは このような完全迷路を作成する方法について考えていきましょう。まず、ここでは、迷路をグラフで表現する方法を考えます。例えば、この左の迷路に対して、その各ブロックにこのように一つずつ点を配置します。さらに、上下左右で隣り合い、かつ間に壁のないものを線で結んでいきます。例えば。 左上の点とそのすぐ右の点の間には壁がありませんのでこのように線で結びますまた左上の点とそのすぐ下の点も壁がありませんので線で結びます、まあ、このように隣り合っておりかつ間に壁がない2点をすべて線で結ぶとこのようなグラフが得られますこのグラフはこの迷路の構造を表しているということが言えますので迷路を作成するためには このようなグラフを作成すればよいということになりますただしどのようなグラフでもいいというわけではありません例えばこちらの完全でない迷路に対しても同じようにグラフを作成するとこのような閉路や周りと線でつながっていない孤立した部分が存在してしまいますまあ、このような構造があると完全な迷路になりませんので 完全迷路を作成するためには経路や孤立する部分がないグラフを作成すればよいということになりますではそのようなグラフを作成するアルゴリズムを考えていきましょうまずこのように点を格子状に配置しますさらにここに書かれている手順に従ってこれらの点を線で結んでいきます まず最も近い2点を自由に選んで線で結びます。ここでこれらの点は格子状に並んでいますので、最も近い2点というのは上下左右で隣り合う2点ということになります。よってそのような点を選んでこのように線で結びます。また別の2点を選んで線で結びます。この操作を繰り返していきます。 ただし、ヘイができてしまう線は加えないように注意します。例えば、今この状態で、この赤い線を加えてしまうと、ここにヘイロができてしまいますので、そのような線は加えないようにします。この点だけ注意しながら、どの2点間に線を加えてもヘイができてしまう状況になるまで、この操作を繰り返します。すると、ヘイがなく、かつ、 孤立した部分もないグラフが得られますこのグラフからこのような完全迷路を求めることができます今回は迷路をグラフで表現するという方法を考えましたそれにより迷路を作成する問題をグラフを作成する問題へ置き換えることができますこのようにグラフなどの数学的な概念を用いて 問題を抽象化することをモデル化と言います。モデル化することによって、その問題の本質のみを抽出することができ、いろいろな問題に応用することが可能になります。例えば、今回はグラフを作成するアルゴリズムを考えましたが、このアルゴリズムは、迷路を作成するだけでなく、グラフを用いてモデル化される他の問題にも応用が可能になります。 今回はその例として、最適ネットワーク問題を紹介します。最適ネットワーク問題とは、計算機、通信、電力等のネットワークを設計する問題です。ここではいくつかの施設が与えられたときに、どの施設間にも経路が存在するという条件を満たすように施設を接続します。 例えば今この各点が施設の場所を表すものとしましょうこの時施設同士点同士をつなげることでこのようなネットワークを作成しますただしどの施設間にも経路が存在するという条件を満たす必要があります例えばこの2点の間にはこのような経路が存在します またこの2点の間にも経路が存在しますこのネットワークの場合どの2点を選んでも経路が存在しますのでこのネットワークは条件を満たすネットワークだということが言えます条件を満たさないネットワークとしては例えばこのように孤立した部分が存在するそのようなネットワークが挙げられますまた施設を接続するには それらの距離に応じたコストがかかるものとします例えばこの二点を接続するためにはケーブルや電線などを用いて施設を接続する必要がありますがその距離に応じてコストがかかりますこの図の上で言えばこの線の長さに応じてコストがかかるというふうに考えますするとこのネットワークを構築するためには ここにある線の長さの相和に応じてコストがかかるということになりますするとこのネットワークには無駄があることがわかります例えばこのようにいくつかの線を除くと先ほどのネットワークよりもコストが小さくかつどの施設間にも経路が存在するそのようなより好ましいネットワークが 得られますここで考える問題はどの施設間にも経路が存在しかつ線の長さの相和が最も小さい、まあ、すなわち最適ネットワークを求めようとそのような問題です。それでは最適ネットワークの性質についてて整理しておきま,しょうまずどの施設間にも経路が存在するという条件はこのような孤立する部分がないと。 いう条件として言い換えることができますまた最適ネットワークには閉路がないということも確認できます例えばこのネットワークにおいてこの部分に4本の線からなる閉路が存在します閉路があると無駄にコストがかかっているということになります例えばこの4本の線のうちこの線を除くとよりコストが小さく かつどの施設間にも経路が存在するそのようなネットワークが得られますよって最適ネットワークには経路がないということが分かりますこの孤立する部分がないおよび経路がないという条件は完全迷路を表現するグラフと同じ性質であるということが分かりますしたがって迷路を作成する アルゴリズムを用いてそのようなネットワークを求めることができますそれでは実際に迷路のアルゴリズムを用いてネットワークを求めてみましょうまず最も近い二点を自由に選んで線で結びます例えばこのように施設が配置されていたときに最も近い二点というのはこの二点になりますのでこれを線で結びます、えー、次に近い二点というのは この2点になりますので、これを線で結ぶ。さらに次に近い2点を線で結ぶと。このように近い2点を順に選んで線で結んでいきます。ただし、平路ができてしまう線は加えないようにします。例えば、今この状況で次に近い2点というのはこの2点になりますが、 この線を加えてしまうと平路ができてしまいますのでこの線は加えずにその次に近いこの2点を線で結びます、まあ、このように近いいものから順に線でで結んでいきます。この操作をどの2点間に線を加えても平路ができてしまう状況になるまで繰り返しますすると「平路や「孤立する部分がない」 ネットワークが求まりますさらにそのようなネットワークというのは実はたくさんあるわけですがその中でも最もコストの小さいすなわち最適ネットワークが求まるということが知られています今回は完全メールを作成する問題および最適ネットワーク問題を考えましたこれらの問題をグラフを用いてモデル化することで このように問題自体を解くのではなく問題をモデル化しモデル化された問題に対してアルゴリズムを設計することでいろいろな問題に応用が可能な汎用性の高いアルゴリズムを設計することが可能になります。未来への授業 次回はご覧の内容です。